その鳥鉄もじゃあどっかの美味しい焼き鳥屋をパクってきたの？そうなの、うん、北海道にあるんだけど、これ名前は言っちゃったけどまだあるこの店もね。フランチャイズチャンネル、あの FC は今。はい、今回はね撮り鉄について話したいと思います。ちょっとね前回壺八の回が僕ちょっと内容薄かったなと自分で思ったの、うん、ちょっと内容薄かったなと思ったんでちょっとこの少しもっと深い話ができないと学びがないと思って、やっぱ撮り鉄はやっぱ自分で関わったやつなんで、はい、なかなかいろいろこう裏話もできるんで、撮り鉄をやりたいと思います。今でもね50店舗あるんだね撮り鉄、うん、ピーク時は何店舗あったの？ピーク時もねそこまで増えなかったんですよ。でまず撮り鉄っていうのはですね、タスコシステムという会社ですね。タスコシステムという会社が、これベンチャーリンクが手伝った会社で、僕もべったりやりました、高田社長という方が創業者でね、はい、で僕のお父さんも、株を買ってました。ああなるほど、株主優待でカニとか来てませんでした？ああ来てたかなんか割引券は来てた気がするな、うん、割引券とカニみたいなのが結構ある。で、もともとは高田屋というそば居酒屋、はい、も FC で、これベンチャーリンクが、はい、それを手掛けたんですよ、はい、これもまあなかなかねヒットした FC で今でもまだやってるところありますよね。多いですよね、うん、これは当時、うん、二毛作業態って言ってたけど正確に言ったら二期作なんだと思うんだけど、はい、要は昼そばをやって、はい、夜は完全にそば屋じゃなくてそば居酒屋になると。そば屋が酒を出すっていうんじゃなくてそば居酒屋になって、うん、昼のランチで来た親父たちを、うん、今度は夜の方はこう宴会で撮るみたいな、うん、まあそういうコンセプトでね、名刺もらってその名刺にいろいろ DM 出すとかそういうことやってるんですね。まあ流行った店は流行った、まあ、FC としてはまあこれは成功した FC だと思います。なるほどね。で高田屋はやってたそのタスコシステムという会社が第2業態を作ったのがこの撮り鉄なんですよ。これかなりね気合を入れたんですね。でなんでかっていうとですね、間にですね牛角の西山さんっていうのが成功しちゃってるんですよ。でベンチャーリンクとしてはこの高田屋のが先だったんですよ。ベンチャーリンクが手伝って加盟開発をしたので、高田屋もまあ地味に増えていったんですよ。何件ぐらい？その時点では100ぐらいだったと思いますけど、100件なかったかな。けど牛角はもう何件だった？その後牛角やったら一気に200とか300とかできたわけですよ。ああなるほどね。でそれで1年で 2,300 できちゃったから、それで高田社長としてはこれはもちろんね、仲良く勉強会とかやってるけども面白くないじゃないですか。そうだね。だって自分はもともと飲食をやってたんですよ。経営飲食から始まった会社で、も対して西山さんの方は不動産屋さんがね、焼肉好きだったから焼肉行って、それと同じような焼肉屋を作ったら流行って、2店舗の時にベンチャーリンクに相談来るみたいな話でしょ。先にベンチャーリンクに相談してたのはうちだし、もともと飲食をやってたのはうちなのに、抜かれちゃうの後から。だからこれはということで牛角をもう絶対追い抜かすということで持ってきたのがこの撮り鉄ですよ。へえ。だから気合入ってたのすごくね。その撮り鉄もじゃあどっかの美味しい焼き鳥屋をパクってきたの？そうなの、うん、北海道にあるんだけど、これ名前を言っちゃったけどまだあるこの店もね。まあそんなもんなんです。そのベンチャーリンクっていやいやいやイケてるところ見つけてパクって流行らせるみたいな。ブラッシュアップ、ベンチャーリンクの営業部隊としてもむちゃくちゃこれはもう期待したわけです。なるほどね、うん、ちょうど牛角も駅の牛角とかいい要所にはできちゃってて、はい、売るものがね。なるほどね、売るものがなるほど。そこに今度はレインズを上回る飲食のプロの会社が満を持してリリースする撮り鉄、すごいみたいな。売れそう、うん、でもお給料上がりそう、うん、だからこれは売れるなみたいな、うん、でもすごい提案書とか作っちゃってる、うん、提案書だけじゃなくてちゃんと中身もね、まあでも覚えてるけど、その牛角は日時決算っていうのですごくこう毎日決算して毎日の利益を出していくっていうのはエクセルで作ってるんで、こういうのをそれが良かったんだけど、それをさらに進化させてですね、Eタスコっていうね新たに開発したというかね、Eタスコっていうその管理システムがあるんですよ。まあそこにこう日々のこのアルバイトの料金とかいろいろ入れていくとちゃんと自動的にこの決算がされて、ここがダメとここがダメって出るような、まあそういうこう独自システムね。まあ今僕の説明はあんまり良くなかったけど、提案書で見るとすげえってやつなんですよ。でそういうのでもういかにもすごい。でそれを、まず第1号店をですねフランチャイズ化するのに、今でも覚えてますけど五反田のね、五反田駅の繁華街じゃなくて少し一本入ったところに作ったんですね。これがもうむちゃくちゃ売れた。ここれはいけるっていうことでもうその五反田の今なくなっちゃったのかな U ポートで説明会をやってその五反田の店を盛況ぶりを見に行くみたいなこれをやってガンガン売れたんです。大ヒットしたよね。まあ正直僕は売ってた側ですけど本当に売りやすかったね。なんでかっていうと牛角の説明会に参加して牛角に加盟しなかった人たちが歯ぎしりしてるような人がいたわけですよね。なるほどね、うん、エリアがなくなっちゃった、うん、で牛角のブームに乗らなかった人が後悔してるわけだ。あれはやっぱりベンチャーリンクの案件に乗っておくべきだったと。あー、なるほどね。まあこんなってことも株みたいな感じだよね。もうねベンチャーリンク案件みたいになってて、でそこがそのベンチャーリンクの人牛角よりもこれはすごくなるよと。なるほどね。いうことで言うんだから、だからねフランチャイズってこれ注意なんですよ、うん、これは前のが良くて第2案件が次がいいということは限らないよね。いやそうね。特にこれなんて会社も違うわけですよね。林武村がね満を持して先駆け武田塾っていうのをやってもねあんまうまくいかなかったりするもんね。でもあれをだから売るだけだったら簡単なの、だから売らなくてよかったでしょ。売るだけだったら我々がやるんだから間違いないんだっていうふうに言って売れちゃうんだよね。でまあ売れちゃったから問題が起こったという話をじゃあ次回ね。はい。